はい、そうしよう。だから格ゲーってあれね、上手い人はね、楽しいんですよ。格ゲーはね、上手い人は楽しいんだけど、下手な人楽しくないんですよね。全然。下手な人全然楽しくないんですよ。だからね、RPG っていうのはその偉大ですよね。下手な人でもひたすらレベル上げればクリアできるから。絶対。絶対誰でもクリアできる。誰でもクリアできるから。やっぱあれだな。マンモス素手だとやっぱり、あれだね、勝率が、安定して勝率が、悪い。安全を考慮して戦った方がいいな。やっぱりな。安全を考慮するべきだよ。もうちょっとストイックに攻めすぎないで、安全を確保しつつ、安全を確保しつつ、ね。そうざる。クソザル、クソザル。クソザル、クソザル。クソザル、クソザル。ちょっと今日はあれだな。今回はあれだな。寿命が短いな。寿命が4つしかない。右上にある火の玉みたいなのがあれ寿命なんですよ。で、今4つ火の玉がありますけど、あれがだいたい、2日ぐらいで1個消えるんですよ。なんで、だいたい8日ぐらいしか持たないですね。寿命で死にますね、こいつ。寿命がランダムで決まるんで、長い方がいいんですけど、ちょっと短いのはロスだ。まあ本当はその寿命も高いやつを厳選すればいいんだけど、めんどくさいんで、やりません。本当は厳選すりゃいいんだけど。おい!やばい!クソ鳥が。クソ鳥。あっ!ぷー。またおっとっとしたわ。おっと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 Thank you.
少なくともやっぱ素手の時はちょっと安定して倒さないと。倒す時に、その、むちゃくちゃなことをしなければ、大体マンモスって倒せるんで。あそこのマンモスだったら。さっき死んだのは、あれは、俺が無茶なことをしたからです。バカです。バカなことをしたからです。ちょっとでも早く倒そうと、したからです。欲が出たんですね、欲が。他のゲームもちょっとやりたいんだけどね。とりあえずはこのゲームをとりあえず新記録を出すまではこの俺って結局頑固なんですよね。ちょっとね、ちょっと意地になっちゃうね。だからいいタイムが出るまでちょっと意地を見せてね、ちょっとやらないと。何のためにこのゲームやってる意味ないよ。新記録が出ないのになんでやったんだって話。このマンモスくんはここの平地に出現した場合はこのように十字回りつつ、まあ、このように倒すのか、このようにして倒すのだじゃね、このようにして稼ぐのだってね、昔のあのシューティングゲームあれみたいな。あぶね、あぶね、あ。まあ、よしとし。でね、このゲームね、処理落ちがすごいんですよ。で、よくね、雨降ったりとか、雪降ったりするときがあって、で、それになるとね、雪降ったりすると、処理落ちしちゃうんです。おそらく雪とか雨のせいだと思うんですけど。まあ普通でもなるときあるんですけど。晴れの日でもなるときはあるんだけど。今ちょっとあれですね。処理落ちが。晴れだから。あまり処理落ちがしない。処理落ちがしないと、スムーズに進むんで、RTA。RTA としてはありがたい。
今日は寒かったんだな。まあやっぱり11月ですからもう寒いですね。おい！おい、クソザル。危ねえ。池に落とされるから。クソザル。クソザルは溺死したな。あー早く武器欲しい。武器砂糖プラス水の割合知らんそんな知るわけないだろ。それは知らないですよ。僕はトニックウォーターになれないじゃないですか。あのトニックウォーターは香料いるから。香料砂糖と水だけにならないよ。香料を使わないと。これあれだな、これやばいな。ここは香料と炭酸水使わないと。あの柑橘系の香料がいる。
感じだと思う。うん。まあ俺そんな作ったことない。そんな詳しいし作り方なんて知らない。コカ・コーラにでも聞けばいいんじゃないか。コカ・コーラに聞いたら教えてくれるかもか。聞いたらいいんじゃないか。トニックウォーターは自分で作るもんじゃないでしょう。あ、明日聞いてこい。てか絶対答えないと思うけど。おい、おい、あ、ちょっと、おい、この取れないのムカつくわ。このゲーム、あの物を取る時のあの判定が微妙なんで、これ絶対間に合わないだろ。これ間に合わないですね。わあ、武器が来た。ああ、武器が来た。よかった。武器が来たぞ。念願のアイスソードを手に入れた。できればこの奇跡の石を投げて倒したい。のだが、日が間に合うか。急げ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 。うわー、危ういなこれ。急げ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 。いた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 。殺せー、早く取れ、早く。よし、間に合った。寝る前に投げれてよかった。危ない危ない。よし、ふぅ。最近 RTA でさ、驚いたのがさ、あのファミコンのさ、魔界村をさ、あの20分ぐらいでさ、クリアする人がいるんだよ。RTA で。あれ、化け物かと思いましたね。しっかり2周 RTA して、1周10分ぐらいでクリアしてんの。恐ろしいやん。あんな激ムズの、超激ムズと言われた、魔界村を濃紺の、ねえ、しかも20分足らずで、2周の完全クリアまでやるっていうね、ほとんど人外だと思いましたよ、マジで。アーケード版よが 難易度高いっていうのはおかしいけど。なぜかあの、魔界村ってアーケード版の方が簡単なんですよ。ファミコン版の方が難しいという。あの、意味のわからない。
そ難易度が高い。まあ、いわゆるクソ移植ってことですね。移植が、クソ移植だったっていう。操作性がクソみたいな移植。難易度的にはね、アーケード版の方がね、難易度低いんだけど、すごい、アーケード版はね、普通に面白そうなんですよ。ファミコン版は、クソみたいに難易度高いから、ほぼほぼ、なんか理不尽なほど難易度高いですけど、アーケード版は結構ね、普通に面白そうだね。魔界も。これ危ないだ。行く？あ、無理だ。寝た方がいい。危険だ。寿命があと2個か。寿命があと2個はちょっとあれだな。どっかしらで殺さないといけない。どっかしらでちょっと自殺してもらうしかない。どっかしらで自殺してもらわないと。溺死させるか。それだけでもうロスなんだけど。入手すると、まあ当たり前なんですけど、リーチが長くなるんで、非常に戦いやすくなる。非常に素手だとすごいリーチが短くて、まともに当たんないんですよ、このゲーム。なんで、まあ、リーチが増えるんで、上がるんで、すごい倒しやすくなる。ただ、まあ、所詮、ね、たかが棍棒なんで、棍棒ちゃうか、これ。石器ですね。ただの石だから。まあ、威力も低く、そして、まあ、リーチも若干短いという、若干上がったんだけど、素手よかな。ただ、素手よ上がったにしたって、ちょっと、マンモスと真っ向勝負すると、ほぼ間違いなくぶっ殺されるんで。なので、まあ、やはり、マンモスは強かった。お、24分50秒。あ、24分50秒。これはあれだな。25分切ったから早いな。
25分切り早いですね。10匹の時に25分切れば早い。これ世界記録出るかもしんないな。世界記録かっこ笑い、走者俺一人しかいないから。このゲームをそもそもやってる人間すら多分誰もいないと思うんですよ。それをさらにお前 RTA してるっていうのをほぼ誰もいないっていうか、誰もいないんです。ほぼ 100% 誰もいないです。つまり俺一人だろうとなんだろうと、まあ、世界記録は世界記録です。世界記録、覇者。世界覇者ですか。何でもいいんだよ、別に。一人でもいいんだよ、あれだから。記録は記録だから。誰もやってないクソゲーとかを RTA してもいいんだよ。世界記録名乗れるんだ。自分で世界記録樹立できるんだ。自己記録を更新したらね、しただけでも自己もうあれだから、誰も走者誰もいません、俺だけです。その時点でもう世界記録覇者です。ここで皆さんにね、あれなんですけど、何でもかんでもね、一番っていうのはね、難しいんです。何においても一番というのは難しいんですよ。だから何でもいいからね、一番になる方がね、一番になったっていうのはすごいことなんですよ。自信を持っていいんですよ。こんなね、誰もやってないようなね、クソゲーとかでも、クソゲーだとは思ってないですけど、僕は。誰もやってないゲームでも、ね、誰もやってなくても一番になるっていうのはすごいことなんです。何でもそうだよ。今やだってゲームがお前あれだぞ。プロとかいるもんだからな。ゲームのプロとかさ、この今の時代 e スポーツとか言ってなあ、ゲームで稼げる人間がいるわけだから、ね、世界も変わったもんだよな。もう今までそんなことさ、考えもしなかったよね。あと10年後とか20年後にさ、ね、誰がね、お前、プロゲーマーなんていう職業が、ね、できることを誰が想像したでしょうかっていう、ね。すごいもんですよね、プロゲーマーの人は本当に。俺なんてさ、格ゲーなんてさ、アーケードのさ、コントローラーあるでしょ。アーケードのスティックコントローラーみたいなのあるでしょ、コントローラー。みんな持参してるじゃないですか。プロゲーマーは。あんなのさ、俺普通に操作できねえからな。レバーがすげえ操作しづらいんですよ、大体。初心者には。初心者はね、普通にね、コントローラーがでいいんですよ。あれ操作できないもんね。十字っていうかスティック。よくあんなんで操作できるようになった。あ、ミスった。よくあんなんで操作できますね。
とあのさ、豪気のさ、豪気のさ、春国札ってさ、あれ絶対出せないんだけど。一回も出せた、あの、記憶がないんだよね。春国札出すのすげえ難しいんだもん。昇竜拳とかさ、は簡単に出せるけどさ、春国札はあれ全然出ない。あれ何なのかな。春国札とあと、あの、なんだ、ザンギエフのスクリューパイルドドライバーとかね。あの、一回転させるやつ。一回転、十字キー一回転の P とかですね。出ねえんだけど。一回転すると大体ジャンプするから、上ボタンでジャンプでしょ？ジャンプしないのがすごいよね。俺だったら絶対ジャンプするんだけど。どういうあれなのかわからん。レバー一回転させるやつでなんでジャンプしないのかわかんないよね。うまい人はね。スクリューパイルドドライバー。よし、格ゲーですげえなと思うのは、あれですね、あ、ミスか。あのさ、相手がさ、ジャンプしてきたときにさ、その判断でさ、昇竜拳を打つ。打つじゃないですか。対空で。よくそんな反応できるようになって。反応速度速いよね、みんなね。相手がジャンプしてきたから、ねえ、対空打つわ、みたいな。できないもん、その瞬時の判断。瞬時にコマンド入力できないから。よくすごいよね、なんか。あの人たちはすごいですよ。さて、寿命があと1日になった1日じゃねえか。あと1個になったか。次の日ぐらいは大丈夫なの。あと1日ぐらいは大丈夫だから。ちょっと。もう1日ぐらいちょっと。待ちして。そしたらちょっと溺死しましょう。ロスなんで溺死して。Thank you.
まずい、バカ、あー、まあいっか、どうせ寿命1個だったしな。あーでもちょっとしくったなー、これロスだな。まあいっか、いいや、どうせ寿命1個だったし続行しましょう。やらかした、あーやらかした、やらかした、やらかしたぞこれ。くそー、バカだなー。まあ仕方あるまい、誰だってミスはするもんだよ。重要なのはね、ミスからね、学ぶことなんですよ。まあ、僕はニートなんで、ですけどね。学ぶことが重要です。で、よくね、言うのがね、上司とかこう言うんですよ。ね、大切なのは、ミスをね、しっかり、次のね、ミスにつなげないことって言うじゃないですか。よく。ただね、それじゃダメなんですよ。だって、例えば連続でミスすることだってあるわけです。そうすると、やっぱりほら、ミスしたら次ミスできないってそう思っちゃうじゃん。ね。次はミスするなよとかって上司から言われてるから、それで緊張してね、逆にあれなんですよ、ミスしちゃうんです、連続で。終了まであと5分になりました。だから延長しました、30分延長しました。次はミスしなくていいとかじゃないんです。人はね、緊張するとね、ミスしちゃうんです。だから、緊張させないためにも、やっぱり、ミスして学ぶこと、別に、失敗しなきゃいいとかじゃなくて、次失敗するなよじゃないんですよ。それを言うと緊張しちゃうから。だから、ミスして学べって。次失敗するなよじゃなくて、別に失敗してもいいんですよ。次失敗してもいいんですよ、別に。次はね、別に失敗してもいいんです。学べばいいんですよ。何回も失敗するんですよ、人間なんか。同じことでも何回も失敗することあるんで。それをさ、ダメな上司とか、本当に切れるでしょ。お前何人2回も連続で同じ失敗しないとか、抜かしおるだろ。そうすると、実に心が、ね、病むんです。それでお前、ね、うつ病になったりするんです。人は。別にね、人生失敗なんてもしまくってもいいんだよ、別に。何回同じミスでもいいんだよ、別に。失敗してもいいけど、ただ、学ぼうぜって。その体験から学ぶことが重要。次ミスってもいいです。また次ミスったらそのミスったで、また学ぶ経験値が増えるから。それでいいですよ。クソみたいにね。言うでしょ？上司は、ダメな上司はさ。2回連続で失敗してんだとか。そういうことをね、平気でさらっと言うより。
メなんです。だから RTA とかでも何回もミスってもいいんです。ただ、学べばいいんです。経験値になるから。学ぶことというのは重要です。お、早い、めちゃくちゃ早いぞ。やっぱり天気が晴れになるとね、すごいスムーズに動きますね。処理落ちがなくて、これ天気のいい日を祈るしかない。このゲーム処理落ちが少ないんで、明らかにこれで雨とか雪とか降っちゃうと処理落ちするんですよ。処理落ちは大敵ですね。天候によっても左右される。この RTA、天候によっても左右されますね、これ。確実にね。天気が晴れを望む。願う、祈る、晴れてくれー。完全にこれランダムだろうな、これな。天気は多分ランダムだろうな、確実にランダムだろうな。だから晴れの日が多かったら、RTA としては結構ありがたいんです。全然動き違うもんね。
したでも結構今日早いな。今回これまくってるの、これ世界記録出るの、これうまくいけば世界記録出るの。あとなんかロスしなければ、何かしらのロスがしなければ世界記録出るぞ。ニコ生世界記録。あいたバカ死ぬとこだ。あぶねえ。バカ、あぶねえ。死ぬとこだった。死ぬとこだった。世界記録出るとか言ってたら普通に死ぬとこだったし。あぶねえ。うまい。奇跡の石取るのうまくなった、うまくなったっていうか、うまいな。たまに見せるから、たまにっていうか取るの難しいんですよね、このゲーム。やったことある人だったら多分わかると思うけど、このゲームは当たり判定じゃなくてつかみ判定が微妙なんだよ。つかむ判定が微妙なんだよ。特に難しいのはあれですね。あの木ですね。木を持ち上げる、あの、持てるんだけど、木はすごい難しい。掴むのも難しいです。あっ！バカ！何やってんのこいつ。奇跡の石捨てたぜこいつ。外したぞ。バカだな。完全ロスだ。まあそれでも2分42秒まくってる。今回のミスちょっとでかいぞ。今回のミスはあれだね、寿命が短かったやつを選択して死にましたんで、一回死んでますからね。でさらにお前あれだよ、奇跡の石を外すというクソみたいな、なんとかかんとかミスな、なんだっけ、なんだっけ、あのなんとかかんとかミスっていう、なんだっけ、なんか横文字のあったよな。あれなんでだっけ、何ミスだったっけ。なんだっけな、高校とかの点数、あの高校のさ時テストでさ、あのさ、あーここなんとかミスだわーみたいな言うじゃん。あれなんだっけな、まあいわゆるイージーミス的なね、イージーミス、簡単なミス。あれをなんて言うんだっけな、あの言葉。横文字でさ、カタカナのさ。ケアレスミス？そう、ケアレスミス。そう、それ。13個目さんいらっしゃい。そう、ケアレスミスですね。あれ、ケアレスミスって、あれ何なの？ケアレスミスのあの、それ日本語訳してどういう意味なのかわかんない。どっからその言葉が流行ったのか。いつからそんな言葉を使われるようになったんだろうね。
未だに謎だね。何そのケアレスミスって。なんだよその横文字は、マジで。普通にイージーミスでよくね。不注意から来るミスって、何それ。ミスなんて大体、テストのさ、ミスなんて大体さ、不注意から来るミスだ。あ、普通に行けたか。奇跡の石持ってくるべきだったな。逃げるんじゃねえよ。戦いづらいんだよね、ここはね、本当に。本当に戦いづらいんです、ここは。俺は行かん方がいい。ケアレスミス。ケアレスミス。なんか毛が荒れてるあのゾンビみたいな。ドラクエ5に出てくるスミスっていうあの腐った死体がいますけど、毛が、そいつの毛が荒れてるスミスみたいな。よくわかんないんだよな、ケアレススミス。俺大体ケアレスっていうその英語がわかんないもん。単語。その単語がわかんないもんね。まずそもそもがして。その単語俺習ってないもんね。多分習っ、あ、バカ。変なとこ飛んだ。多分俺単語習ってないもんね。このケアレスって。まあそもそも英語は大苦手なんで、大嫌いなんで。英語はさやっぱりわからないね、ほんとにね。何言ってるかわからん。大体。なんでお前日本人なのに日本語さ、日本語じゃなくても英語を習わなきゃいけないんだよって、思ったもんね。最初からあのさ、あの、アメリカ人だったらよかったのに、花からアメリカ人だったらさ、英語習わなくてよかった。英語は本当に苦手だったな。しかもさ、なんでお前さ、日本、あの、現代国語とかさ、日本人なのにさ、そんなさ、古文とか漢文とかさ、習う必要なくね？マジで。古文とか漢文とかもさっぱり意味不明だったもんね、あれ。なんやねん、あのクソみたいな。レテンとかさ。本当に死ねばいいのにな。まあ、知るかって話よな。古文、漢文、現代文。死ねと。あんなクソみてえな、本当に。何も役立ってないよ、古文、漢文ってマジで。本当によく考えたら、あれ何も、あれなんだ。
役立ってないの、そういえば。そういえばそうですよね。何も役立ってない。まずい。あ、あぶない、死ぬ死ぬ。マジ食った。あぶねえ。あぶねえな、本当に。マンモスはね、あのジャンプをするとね、かわしやすいんですよ。死ぬなと思ったらジャンプをする。正面に立ってると死ぬんで、あのジャンプして反対側のあの尻の方にあの行くのがベスト。ジャンプをすると貫通するんですよね。あのマンモスの体貫通するんで、ジャンプして反対側に立たないと死にます。だからあの適当にジャンプ してたりするんだ。時折ね、やばくなったらジャンプするんですよ。それが一番。そう、ジャンプして尻にあのしばく、尻をしばく。昔あのダウンタウンのなんとかかんとかであったよね。あのさ、ごぼうでしばくやつ。あのごぼうでケツをぶたたいてしばき合いな、しばき合いなんとかってやってたな。あれ面白かったな。ごぼうでしばくんですよね。あのしばくっていう単語が面白いよね、大体ね。しばき合いとか言って。なんか、ごぼうで叩いとったな、あれな。すげえ面白かった。しばくっていう、あれな。今普通しばくって使わないじゃないですか、日本語で。日本語でしばくって使わないよね。多分方言なのかな、しばくってな。どこの方言だか知らんけど、しばくっていう。面白かったですね。ごぼうでしばくっていう。ごぼうもかなり痛いらしいですね。ごぼうでケツを叩かれるとすげえ痛いらしい。そういや、今年のあの、なんだっけ、笑ってはいけないガキの使いのなんとかかんとか、あれどこなんですかね。何シリーズなんですか。今年は何なんでしょうかね。もうやめたんだな、あれ、ガキの使いのあの、笑ってはいけないシリーズまだ終わってないよな。なんか、いつだったか、やめるとかなんか言ってた気がするけど。あれまだ続いてるんだよ。よし、骨コンボ来た。この骨コンボをね、来たでしょ。骨コンボ来たらですね、こちら俺のチャート。スーパー、あ、鼻がかゆい。ああ鼻がか、あ、こちら骨コンボになると、先ほどの、あの、石器、ね、石みたいなやつよか、リーチが長くなるんで、非常に、殺しやすい。マンモスを殺しやすくなるんですよ。なので、裏技、最近ね、あの
発明ちゃうわ。発見した。最近発見した裏技を伝え。2匹同時に倒して、2匹分の、ね、マンモスの牙をもらうという。スーパーチャート。成功するかどうかはわかりません。知りません。怪しいですね。殺されるかもしれない。まだこのチャートはね、最近完成したばかりですか。完成したっていうか、あ、こっちじゃない、間違えた。こっちじゃないんだよ。左側に、バカ。左側にいる2匹のマンモスがいますが、こいつを、なんとか倒して、で、今です。ああ、死ね、多分これで2個入ったろ。多分入ったと思う。多分ね。うん、ギリギリいけなくもないです。たださっき坂だったんで、坂の上にいるやつは、坂の上にいたじゃないですか。あれは、坂の上にいる方が、負けなんです。負けっていうか、当てやすい。つまり自分が下にいた方が位置的にね、下にいた方が非常に当てやすい。で、相手の攻撃が当たらない、当たりにくいという欠点があるんです。欠点ちゃう。利点があるんです。つまりです、そういうことですね。詰まるところ、そういうことです。なるほど。だからこのゲームだと大体坂が、に登った方が負けなんですよ。高いところにいるやつの方が負けなんですよ。非常に不利なんですよ。上にいるやつは不利なんです。間違えた。これで今現在29匹。おそらく。現在29匹飼ってる状態だと思われます。おそらく。片っぽの肉とか牙が消える前に、もう一方のやつを取る。時間的に多分大丈夫だと思うけど。だいたい肉とか牙が消えるのは33秒ぐらい、残るんです。で、33秒経過すると、消えるんです。それまでに、取っとけば OK。多分大丈夫だと思う。現在29匹。と思われる。7分49秒まくってるね。早く寝てくんないかな、この人。
武器強化は基本的にあれですからね。文明レベルみたいな。人口繁殖しやすい、なんだ、石板の、タトゥーを彫ってるんですけど、それが一番武器開発が早いんです。武器開発が早いんです。計算上、終了まであと5分になりました。あと2匹多分一緒に狩れるはずなんで、これで終わりなはず。延長しました。30分延長しました。とりあえず世界記録更新できそうかもしんない。わかんないけど。多分多分大丈夫だと思うけどな。世界記録が更新できそう。楽しみ。だから2匹分同時に持って帰るっていうのが最近俺が発見したんですけど、そのやり方によって結局その1往復で2匹持って帰れるっていうのはかなりでかい。これでいけるはず、多分。頼むぞ、頼む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 ぞ。今ちょっといけるか。ああダメ、ああいけなかった。今雪なんで、雪降ってますからいけませんね。雪降ってます。雪を降ってるとダメなんですよ。大体晴れてないとダメなんですよ、大体の場合。雪とか雨とか降ってたらダメなんですよ。これ太陽の塔登れないんです。だから一回これ死ぬんです。一回デッキすることによってですね、次の選択したその原始人を選択するとですね、強制的に晴れになるんです。なぜか。ちょっとこのロスもでかいけど、まあ仕方ないか。選択して始めると、絶対晴れになるんです。1時間11分0秒。更新。やっとの思いで更新できました。やりました。やりました。世界記録樹立。世界記録樹立。いろいろミスはありましたけど、世界記録は取れましたね。おめでとう。まあ、とりあえずこれはあれですね。参考記録でしょう。はい、七七さんありがとうございます。これはあくまでの参考記録というか、まだ実力は出せてない。ちょっといろいろミスしまくってるんで、これはまだ伸びます。まだ全然伸びますよ。これ以降、まだ伸びしろある。いろいろミスってるから。いろいろミスってこれだからね。こんだけのタイム出せてるわけだから。いや、1時間切りはちょっと厳しいかもな。1時間切りちょっと厳しいかもわからんな。あと11分まくるってのは多分難しいっすね。あと5分ぐらいだったらまくれると思うんだけど。5分ぐらいだったらまくれると思うんですけどね。
あーでもよかった。もう何にせよあれですよ。何にせよいい、よかった。これ後で動画あげよう。これ動画後で録画してニコニコにアップしとくわ。